皆さんどうもこんにちは、ミント先生。さあ今回ですね、ハイドさんの、ソロの20周年記念を記念してハイドランというゲームが出たんですけどね、このゲーム早速やっていきましょう。 Welcome to Hidest。 いやなんか昔止まらなくってゲームがあったんですけど、それ系なのかなと思いながらも、どんな感じなのか、そっぽくないこれ。世界は新たな地図に支配された。新しい体制は音楽を禁止し、世界は音を失った。そんな中、なんて男だわハイド。そう、男は体制が奪われた音を集める貴族となった。何このかっこいいストーリー設定。そして新たに部屋を用意し、ハイドを囲う協力者がいた。それはあなた、俺なの。あ、なんかこれ日本語じゃないんだね、占いって。なんて感じだこれ。いや、今日も来てくれたんだね。フルボイスこれもしかして。少しすっきりしてるけど、いい部屋だね、ありがとう。さっき外見てたんだ、この街は相変わらず静かすぎる。なんかちょっと違和感あるな。今日はいつもの静けさとは違う何かを感じるんだよ、ね、俺もちょっと何かを感じてる。確か今なんだこの違和感は。なんだろうねこの違和感は。ちょっと棒読み感がある。あ、なんだ、なんかアクションかっこよ。なにこれ、よくできてるな。なんか遊び系とは違う感じするんだ。結構ガチで作ってんだなこれ。入りもいい。なにこれ、ゲームの中で始めます。あ、そうなんだ。目の前にあるのはノートです。集めてクリアするいいことがあるかも。へえ。あ、これ、あ、横やるんだ。あ、こうやってやるんだ。ステージにもたくさんの障害物があります。アクションしてよけましょう。へえ。え、上もあるんだ。あ、これ下なんだ。すごいね。あ、むずくない？だって、そんな感じなの？普通にむずいんだけど。あ、クーラー通常ゲット力多い。マジ？結構むずくないこのゲーム、もしかして。見えんかったし今なんか。あの、慣れたらできんのかな。 OK、 はい、 OK、 OK よ、はい、 OK、 OK。あ、でも落ちないかも。あ、何これ。なんか予想の3倍ぐらいよくできてるこのゲーム。あれがゴールかな。あ、すごい楽勝楽勝。いいね。あ、ランクとかあるんだこれ。OK。初めてとは思えないクールなラン。この年ハートをたくさん集めて、ハイドランクを、ハイドランク、なんか名前がおもろいな、もうせん。いや、でもすごいね。めっちゃ本格的にいってるね。本人フルボイスなのもしかして。格闘戦だろうって、これがガチャもあんのこれ。なんだこれガチャって。あ、なに、オルゴールかなんかもらえんのこれもしかして。でもハイドさんっつってでもあれかな、やっぱり曲かな。何今、何これ、エディのぬいぐるみ。何これ、ハイドさん持ち物かないか。 Thank you so much。 Thank you so much。 こんなガチカでいってクリスタル使って、クリスタル交換さまざま相手。マジか。何、何持っていくの。もうここで、あ、報酬とかあるんだ、ランクの。何くれるんだろう。あ、受け取ったんよ、これ。これ何？音がいっぱい出るやつ。高得点が出やすいってやつかな、これ多分わからん。音符だけだ。次はランに向かってきて、これで、ね、あ、簡単コースをプレイしよう。ノーマルコース選択しておいたぞ。あ、これを使って OK をしたいんだ。
なるほどね。レジスタンスだから警察で追われてる設定なんだ。で、そこをかいくぐってうまくいくんだ。いや、この入り結構好きやな。はいはい。難しいアクション設定まだあるんだ、これ、アクション。はい。ジャンプで届く範囲の場所は地上で使える。あ、そうなんだ。あ、そういう系？あ、見てなかった今。あ、こういう系なんだ。あ、これ上と、おお、すごっ。え、ウォールランプかんのこのゲーム。え、あ、これは勝手に飛ぶんだ。あ、これ吸い込んでくるんだ。磁石だね、これは。あ、これ中段降りなんだ。へー、おい、ついに中段落ちちゃったか。それともハイドワールドに入ろうかな、ここからは。 OK、 はい、お、こちらな。おい、いいじゃんこれ。 OK、 いいね。あ、 OK よ。うん、いいね。ベリーグッド、いった。オッケー、アクションよくできてんだな。え、ちょっと難しいコースめっちゃ気になるんだけど、難しいコースどんな感じなのこれ。やらしてくれ。あ、毎回ガチャいけるんだ。あ、毎回ってわけじゃないのか。あーね、特に何もなかったな今回は。これが多分普通なんだろうね。なんかアイテムが出たらすげえラッキーみたいな、多分そんな感じかなこれは。おまたまたハイドランク、オッケーオッケー。丁寧な作りですね、だいぶね。これショップなんか買えるのかな。クリスタル交換できるか。80、結構高っ。いや高くないか。いや、まあこのアイテム量だったらまあまあこんなもんか。うん、いや、なんかいらないもん勝手に交換させてんだけど、これクーリングオフ効かないですよね多分。なんかこれ買えって言うとちょっとなんかいらない気がするね。いらないね。ほんでね、なるほどね、物を置けるんだね、ここで物を置いて、まあ、よかったね的なね。はい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 。まあ置き方とかね。はいはいはい、これね。あー、これでね。あ、ここ置く？はい、OK。OK。もう一回戻って、あ、衣替えとかもあるんだ。はい。自分が好きな衣装で発射することができるんだ。あ、ほんとだ。何これ？ここに座ってくれるんだ、ここに。で、ここでやって、あとはランカー。運営カフェと。ありがとう、いいですね。うん。あ、ガチャをやれる権利がもらえたんだ。はい、では行きましょうか。いや、難しいコースどれなんだろうな。レアコースか。OK、 行ってみましょう。いや、どんな感じなんやろレアコース。難しいんかな。いや、なんか難しいって聞くとやっぱりやりたくなっちゃうね、やっぱりね。え、はい、 OK。 おい、いや、そこまでバレか。あ、いた、あ、いた。確かに難しいかもしれない。 OK。 なんかあそこにも行けなかった。危ない。 OK、 OK、 はい、 OK。 あ、これまだ3分の1なんだ。へえ、開いた。開いた、止めんかった今。待って待って待ってね。グラスすごいいいね、マジで。よく出てるわ。
け。いいよ、さすがに飛んで飛んで飛んで、はい、飛んでいく。もう一回、オッケー、ナイス、オッケー、はい、いいね、オッケー、はい、あ、忘れてた、へえ、取り消した、あれ飛ばなかったんですけど、なんで、オッケー、待って待って、お疲れ、オッケー、オッケー、あ、待って、来た、たまになんか操作が効かない時があるのがちょっと怖いね、これ。 OK OK ね、あー、 OK、 レディゴー、楽勝楽勝、いいね、癖になりそう、この OK。 なんかシンプルにあれですね、面白いですね、なんかよくできてますね。またステージ数がどれくらいあるのかわからないですけど、今のところやってる感じが面白いなと思うのが、なんか音となんかね、アクションが結構合ってるのが多くていいなって感じします。ただマップがどうなんだろうね、マップが今のところこう二択なのかな。まあこれが課金要素があるみたいなんで、まあここら辺でなんかものがねどんどん増えていっていくんであれば、なんかまたなんかね違ったものが見れそうなんですけど、だからここら辺多分ね、あの衣装とかも今までそのハイドさんが着て衣装とかね、コンサート衣装とかそのミュージックビデオの時に着てた服とかで構成されていくと思うんで、まあここら辺に関してはね、まあ今後どのようなアップデートされるか次第なんですけど、皆さんもぜひ、ハイドさんの20周年記念のハイドランというゲームやってみてはどうでしょうか。それでは今回やった感想は、予想してたよりめちゃくちゃよくできましたということで、またよかったら見てください、またね、バイバイ、ミントでした、せーよー。でもフルボイスさんマジすごいね、お、それだけでもね、ファンからしたらもう、え、すごっって思うんで、これに関しては。芸能人のゲームで、フルボイスは、すげえわ、マジで。